福島みずほ投手、はい、障害があると平等から程遠いと思いませんか？本当にその通りですよね。私は2009年に当時政権で障害者制度改革推進本部を作り、そこで障害者基本法の改正、障害者差別禁止法、障害者の総合福祉法の3つの法律ができました。でも障害者差別、まだまだ差別や障害なかなか改善されていません。インクルーシブ教育、いろんな子がいるよねっていうのが当たり前になるように、そして雇用です、障害者雇用率すら守られない、また社会保障、65歳になったら介護保険に行ってくれ、また移動の権利、本当に変えていきたいですね。社民党は障害があることによって生きにくい社会を変えていきます。